鋼の最悪、銀色の花のあがない、限定武器ガチャを回してみます。1周分は回せると思いますので、1回目の天井で引き当てたいと思います。ピックアップに失敗したとしても、次回限定武器ガチャは1回目の天井で確定しますので、それはそれで良いかなとも思います。30回終了しました。あと28回で天井です。オレンジランクの武器が来ましたよ。50% のピックアップを引き当てられるでしょうか。スターメモリーズは低音系サブマシンガンなので、ピックアップに失敗です。ですが不幸中の幸いと言いますか、前回の限定キャラガチャで出たリフの武器にできます。前回の繰り越し分の2と合わせて50回目でオレンジランクでした。オレンジランクが出れば限定武器が確定しますので、石がある分だけでも回していこうと思います。オレンジランクが出ればラッキーですし、出なくても次回の限定武器の入手が容易になります。2周目の20回目です。30回目です。限定ガチャの期限が残り1日を切りましたので、これが最後の10連となります。ラストチャンスでオレンジ出てくれました。繰り越しが4回なので、合計38連目で出てくれました。これで増宝さんを強化できます。